約30年にわたり F1 に参戦を続けた F1 の名門ティレル。2000年までにタイトルを獲得するという目的を掲げながら、1998年にその歴史を終えてしまったその最後には、一体何があったのでしょうか。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回は90年代後半の名門ティレル、末期の歴史について解説していきます。このチャンネルでは、F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。モーター天国関連チャンネル、投稿者ツイッターもよろしくお願いいたします。今回はこのような内容を解説していきます。90年代に入り、F1 ではプライベーターにとって厳しい時代が到来。電子制御やエンジンとのマッチング、空力開発など、F1 マシンにより高度な技術が求められていくようになると、資金力や技術力が時代に追いつかない、小規模プライベーターは次第に淘汰されていきました。たとえ実績のある名門チームであっても例外ではなく、マーチ、ロータス、ブラバムなど、かつて名を馳せたチームたちも、90年代前半に姿を消していたのです。長く F1 に参戦し、かつてはチャンピオンに輝いた F1 の名門、ティレルも、80年代以降は慢性的な資金不足に苦労。90年代に入ってもなお、その苦しい運営状況は変わらず、シーズンによっては存在感を見せる年もあったものの、安定して好成績を残すことはできなくなっていました。1995年には、前年94年の活躍により、再びトップチームに返り咲くのではないかという、周囲の期待も高まりましたが、新開発のハイドロリンクサスペンションを搭載したこの年のマシン、023がまさかの不発。コンストラクターズランキング9位と低迷していたのです。そんな中、ティレルの創設者でチームオーナーのケン・ティレルが、当時チーム運営を任せていたのは、ハーベー・ポスルスウェート。テクニカルディレクターも兼任していたポスルスウェートは、マシンコンセプトの大幅な刷新を決意し、95年のシーズン中盤から新車の開発に着手。開発コンセプトは、中速コーナーのコーナリングを重視したハイダウンフォースマシンで、長い風洞での検証期間を経て、慎重な設計が進んでいたのです。そして、96年に向けてはエンジンにも期待が高まっていました。ティレルにエンジンを供給していたヤマハでは、新設計の超軽量エンジンの開発が進んでおり、96年から実戦投入を予定。当時の F1 エンジンのトレンドは高回転化で、各メーカーは軒並みボア径を拡大するという方法をとっていましたが、軽量コンパクトを F1 エンジンのコンセプトとして掲げていたヤマハでは、その流れにあえて逆行。高回転化やパワーアップが難しくなるスモールボア、ロングストローク設計を採用し、より軽量でコンパクトなエンジンを開発していたのです。そして誕生したマシンが、ティレル024。マシンの空力デザインは、先代の023に比べ大幅に変更が加えられており、ノーズ先端はローノーズからハイノーズスタイルへ。サイドポッドは大幅に小型化され、後方に向かってタイトな絞り込みを実現。後方に向かって高く盛り上がったヘッドレストのサイドプロテクターも、コクピット周辺の空気流を改善を狙いました。ティレルは、前年失敗に終わったハイドロリンクサスペンションの再導入をまだ諦めていなかったものの、この024では不採用。3本のスプリングダンパー方式に置き換えられ、オーソドックスな仕様となりました。そして、ヤマハは待望の新エンジン、3リッター V10 の OX11 を投入。先代モデルの OX10 に比べ、大幅なコンパクト化と軽量化に成功したそのエンジンの重量は、驚異の105キロ。ライバルのエンジンが120キロ前後であったことを考えると、ヤマハのエンジンは際立って軽く、024の空力重視のコンセプトにもマッチ。024がサイドポンツーンの小型化などを実現できたのは、このエンジンあってこそでした。ドライバーは前年に続き、ミカサロ、片山右京のコンビが継続。身長差約10センチと、体格差のある2人ですが、これが後に問題となります。前年フル参戦1年目で右京を上回る走りを見せたサロは、早々にチーム残留が決まっていたものの、不振に陥っていた右京の契約はなかなか決まらず、結局残留が決まったのは、95年の終盤に。
このような事情もあり、024の開発ではサロの体型に合わせてコクピットが設計されましたが、大型化されたサイドプロテクターなども相まって、シェイクダウンテストでは右京の頭がコックピット内にすっぽり埋まってしまうほどオーバーサイズであることが判明。シートやステアリング位置の調整などにより、なんとかドライビングできるレベルまで修正できたものの、調整範囲には限界があり、シーズン中盤に右京に合わせたモノコックが作られるまで、右京は理想のドライビングポジションが取れないまま、我慢のドライブを強いられることになったのです。しかし、開幕前のテストでは、サロは024のフィーリングに好感触。ハンドリングがシャープで、エンジンも扱いやすいとコメントし、開幕に向けて期待感を高めていたのです。そしてシーズンが始まると、024の期待はさらに高まっていくことになります。開幕戦オーストラリアグランプリでは、サロが10番手グリッドから6位入賞。サロは続く第2戦、ブラジルグランプリでも5位入賞を果たし、幸先の良い2戦連続入賞を果たしていたのです。サロと対照的に、右京はドライビングポジションの合わないマシンに悪戦苦闘。2戦連続で完走を果たすも、開幕戦は完走したマシンの中で最下位となる11位、第2戦も9位と、ノーポイントに終わっていたのです。しかし、サロもシーズンが進むにつれてその勢いを落としていくことになります。第6戦モナコグランプリで5位に入りシーズン3度目の入賞、このままコンスタントにシーズンを通してのポイント獲得が期待されたサロでしたが、その後は完走したレースでもポイント圏外が続く厳しい戦いに。右京は前半戦からセットアップの決まらないマシンにノーポイントレースを続け、モナコグランプリでは序盤にクラッシュ。このクラッシュによってモノコックにもダメージが及んだため、次のレースから前倒しでドライビングポジション対策が施されたモノコックが導入される予定でしたが、ティレルは旧モノコックを修復して使い回すことを決定。翌第7戦スペイングランプリでは、無理やり修復したモノコックの影響でマシンバランスがさらに悪化。ステアリングを切った方向と反対に車が曲がるという問題に悩まされるなど、依然として厳しい戦いが続いていたのです。さらに、もう一つチームを苦しめたのが信頼性の問題。新設計のヤマハ、OX11 は、攻めた設計がたたってか初期トラブルの多さに苦労し、リタイアを多発。特に右京は、第3戦から第11戦まで1戦の失格を挟んで8戦連続リタイアを喫するなどストレスのたまる結果を強いられたのです。024も、シーズンが進むにつれ弱点が露呈。もともと、軽量コンパクトのヤマハを搭載して、空力性能を重視し、パワーではライバルたちに劣っていた024では、高速サーキットで太刀打ちできず、超高速レイアウトのホッケンハイムで行われたドイツグランプリでは、少しでもドラッグを減らすため、後輪にもトレッドの小さいフロント用タイヤを履かせるという苦肉の策を実行。さらに空力マシンに仕上げようとした024では、常にダウンフォースをつけた前後ウィングを装着しないとマシンバランスが悪くなってしまい、セットアップの幅を大きく狭めることにつながっていました。結局、後半戦では一度も入賞できずシーズンが終了。コンセプトを一新したニューマシンは、失敗と言わざるを得ない結果に終わってしまったのです。そんな苦境の96シーズンを過ごしたティレルでしたが、翌97年に向けては、大幅な体制変更を余儀なくされる形となります。96年の終盤には、ヤマハが新たにアローズと提携したことを発端に、この年限りで4年間続いた、ヤマハとのパートナーシップを終了。両者の関係は良好だったとされていますが、ヤマハ側としては、結果の残せていない F1 プロジェクトの継続を社内で納得させるためにも、より良い条件のチームとの提携が求められており、ティレルとの提携終了は苦渋の決断だったのです。ティレルはそのヤマハに代わり、翌年からフォードコスワース V8 カスタマーエンジンの搭載を決定。チーム状況や予算を考慮すると、優勝供給のカスタマーエンジンの搭載は厳しいものでしたが、他に好条件でメーカーワークスと契約できる余地はなく、選択肢はそれしか残されていませんでした。さらにティレルは、かつてチームに所属した中島悟と提携。
中島は F1 引退後、自身の会社である中島企画を運営母体にレーシングチームを運営、若手ドライバーの育成などに積極的でしたが、ケンはそんな中島の人格やチームへの貢献を現役時代から評価しており、日本市場からのスポンサー獲得も期待できたことなどから、中島をスポーティングディレクターに任命。テストドライバーとして中島レーシングからフォーミュラ日本に参戦していた高木虎之介を起用することも決定しており、将来的に日本のレース市場と F1 をつなぐ有力なパイプとなることも期待されました。そしてこの年のマシンは前年の発展系となったティレル025ポスルスウェイトは完走さえできればコンスタントな入賞は可能と判断し、先代マシンを熟成させる道を選択したのです。基本設計は先代を踏襲したものの、このマシンではフロアへの空気流を改善するため改良が加えられ、フロントウィングを吊り下げる支柱を1本に変更。ライバルとは異なるアプローチで、空力効果の改善を目指しました。この年搭載したフォード ED エンジンは、スペック4からスペック5に進化。ED エンジンは、94年のチャンピオンエンジン、ゼテック R をベースに、3リッター化が図られたシリーズでしたが、メーカーワークスの V10 エンジンが主流となっていた当時の F1 においては、そのパフォーマンスは厳しいと言わざるを得ないものでした。ドライバーは、サロが残留し在籍3年目となったものの、前年ノーポイントに終わった右京が離脱。後釜には、前年アローズをドライブしたヨス・フェルスタッペンが収まることになりました。数年以内のタイトル獲得を目標に掲げ、体制変更にも注目が集まったシーズンでしたが、シーズンが始まると落胆が広がっていきます。チームは序盤から予選では最後尾争いを余儀なくされ、決勝では完走できても10番手前後が精一杯。さらに信頼性を重視して保守的な設計となったマシンや ED エンジンもトラブルが多発し結果につながらず、リタイアはシーズンを通して2台合計で16回と半分に満たない完走率にとどまっていました。そんな中、シーズン中には奇策も飛び出し、第6戦モナコグランプリなどより大きなダウンフォースを要するコースではコクピットの両脇に高くマウントした小型のウィングを装着。その形状から X ウィングと称されたそのウィングはレギュレーションで規制されていない位置から少しでもダウンフォースを稼ごうという苦肉の策でしたが、翌年にはライバルチームもこぞって採用するほどのトレンドに。このウィングを装着して走ったモナコグランプリではサロが5位に入りポイント獲得を果たしていました。しかし結局この年のティレルのポイントはこの時のわずか2ポイントのみ。ランキングは10位に終わり、依然名門復活の兆しは見えないシーズンとなってしまったのです。期待外れに終わっていたティレルは、チーム売却の噂が上がるようになっていましたが、97年の終盤には、ティレル2000と銘打った名門復活プロジェクトを宣言。ティレル2000は、2000年までにティレルが再びグランプリで優勝し、チャンピオンに返り咲くことを目指したプロジェクトで、翌1998年からのフォード V10 エンジンの獲得、いくつかの大型スポンサーとの契約、新型の 50% スケール風洞の稼働、中島企画との提携強化などが施策として掲げられ、大胆なチーム改革を行うことが発表されていました。また、この場では同時に、虎之助の98年のレギュラードライバー契約も発表され、日本のファンからの注目度も高まったのです。98年の新車、026の開発では、まだ新型の風洞を稼働することはできませんでしたが、このマシンは98年の F1 で、車両規定が大幅に変更されることを考慮し、完全新設計に。98年の F1 ではマシンの最大幅が縮小されたほか、グルーブドタイヤの導入によりマシンのコーナリング性能が低下すると見られていましたが、026の空力デザインはこの規定を考慮して設計されたほか、前年一部のレースで使用し効果が見られた X ウィングを全面採用することを決定。失われたコーナリング性能を補うダウンフォースの確保を目指しました。こうして名門復活を目指した新プロジェクトの発足に設計を刷新した新車と積極的な動きを見せていたティレルでしたが、終わりの時は突然訪れることになりました。
97年12月、以前から F1 参入を目指していると報道されていたブリティッシュアメリカンタバコ BAT がティレルの全株式を買収。ティレル2000の発表からわずか数週間後の電撃発表に衝撃が走りました。 BAT はかねてから F1 への参入を目指していたレーシングコンストラクターのレーナード、ジャック・ビルヌーブマネージャーを務めていたクレイグ・ポロックらとブリティッシュ・アメリカン・レーシング BAR を結成。 BAT はティレルの名での F1 参戦を98年限りで終了し、99年からはチーム名を BAR として再出発を図ると発表したのです。県は BAT への株式売却について難しい決断だったが、財政的な問題に苦しんで消えるよりは新しいチームに我々の全てを引き渡した方が良いとコメント。長きにわたる F1 チーム経営から身を引く覚悟を決めたのです。さらに急な決定に提携関係にあった中島は寝耳に水。中島はティレルの株を一部保有していたといいますが、何の通知もないまま売却が進められていたという状況でした。こうした混乱の中、ティレルとしての最後のシーズンがスタート。虎之助とリカルド・ロセットのコンビで挑んだこの年、車両規定の大幅改定で勢力図をひっくり返すチャンスでしたが、蓋を開けてみればマシンのパフォーマンスは最悪。シーズン開幕から後方集団での戦いを余儀なくされ、低迷を続けたばかりか、ロセットに至っては予選の 107% ルールをクリアできないタイムで、予選落ちを喫することも多く、過去数年でも最悪のパフォーマンスとなっていたのです。そして、さらに追い打ちをかけるような事態がティレルを襲います。この年、規定改定により減少したダウンフォース対策として多くのチームがティレルと同様の X ウィングを採用していましたが、シーズン序盤に安全性が問題視され禁止に。すると、X ウィングありきでマシンを設計していたティレルのマシンバランスはさらに悪化。さらに戦闘力を落とす形となったのです。当然 BAT ではティレルとして走る98年はあくまで引き継ぎ期間で、99年の準備に多くのリソースを割いていたことから、ティレルの98年の運営に割り当てられた予算は最小限で、シーズン中の開発もほとんどなく、あっけなくシーズンが終了。かつて名を馳せた名門ティレルの最終年はノーポイント、コンストラクターズランキング最下位という結果に終わり、その長い歴史に幕を閉じたのです。その後、チームは翌年 BAR として生まれ変わり、F1 に参戦。その後は2006年にホンダ、2009年にブラウン GP、2010年にメルセデスと、母体を変えながら参戦を続けています。また、ティレルの末期の中心人物であったポスルスウェイトは、その後ホンダの第3期 F1 プロジェクトに参画。プロジェクトリーダーとして指揮を執っていましたが、99年の4月に急病で他界してしまい、その生涯を終えました。そして創設者のケンも、ティレルが F1 から消えた翌年の99年に癌を発病、長い余生を過ごすことなく、2001年に帰らぬ人となったのです。多くの名車や革新的な技術を生み出してきた、F1 の名門ティレル。その最後は、あまりにあっけないものでした。いかがだったでしょうか。今回は名門ティレルの末期の歴史について解説しました。このチャンネルでは F1 グランプリに関する様々な検証解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。